こんにちは。今回はヒンスのリップ6色を厳選してご紹介。まずはピュアな産顔になれちゃうシェア02デリケート、シェア04アンビエンスの2色。デリケートは男女モテが狙えそうなソフトなピンク。自然な血色感が出て元の唇の色をより綺麗に見せてくれるカラーです。アンビエンスはレッドとピンクの中間のような絶妙カラー。透け感のあるクリアな発色で一塗りでプルンとした唇をゲットできるアイテム。一見似た色味ですが、アンビエンスの方が若干赤みの感じられるカラー。どちらもシェアで程よく色づけてくれるので、ピュアで可愛らしい印象がゲットできそう。次におしゃれ顔になれる2色、マット04ソフトデマンド、シェア01インザモーメント。ソフトデマンドはベールで包まれたような柔らかなローズ系カラー。唇の色を最大限に引き出してくれる MLBB のマットリップです。インザモーメントはピンクとベージュが融合したようなカラー。派手すぎず地味すぎずニュートラルなカラーなので、どんなシーンでも活躍してくれそうです。質感としてはソフトデマンドがマット、インザモーメントがシア。それぞれのリップの色に合わせたワントーンメイクに挑戦したらおしゃれ度がぐんとアップしそうです。最後はミステリアスな大人顔になれる2色、マット09インスピレーション、マット08トゥルーイマジン。インスピレーションはピンクとパープルが合わさった曖昧な色味。深みの感じられる上品なカラーなので、メイクに大人なエッセンスを加えたい時にぴったり。トゥルーイマジンは目を引くパキッとしたカラー。マゼンタ、プラム、ピンクを混ぜたワインのような色で魅惑的で大人な印象を与えてくれそう。どちらもベースに青みが感じられるカラーですが、インスピレーションの方がよりこっくりとした色味。こちらが一度塗り、ほのかに唇を色づけ潤うシェアと、密着感があり重ねるほど深みを増すマット。シェア、マット、どちらも滑らかな塗り心地です。こちらが二度塗り、どれも絶妙にカラーが違うので、お気に入りの一本を探してみてください。以上、ヒンスのリップ紹介でした。良ければ高評価とチャンネル登録、コメントお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。